皆さん、年末の買い出しは進んでますか？今日やってきたのはこちら、コストコです。というわけで今回はこの方にお越しいただきました、うん、コストコ大好きコスコです。年末年始といえばやっぱりコストコ、コストコといえば私コスコでございます。いやありがとうございます。コストコに通い続けて14年、テレビや雑誌に引っ張りだこのコスコさん。チャーシューから混ぜそばです。これね本当に出たばかりでまだ試してない方も多いと思うんだけど、これはね本当に美味しかった。お値段以上です。最近では YouTube でおすすめ商品や活用法などを分かりやすく発信。コストコのロティサリーチキンです。耐熱容器に移してオーブンで温めると皮がパリッとして焼きたての美味しさが蘇ります。そんなコスコさんならではの年末買い出し術とは？やっぱり手を抜きたい。年末年始忙しいんだけどすごく華やかにねしたいんですよ。人もたくさん集まるし、並べるだけですごく華やかに彩ってくれるものがたくさんありますので、そういった商品をですね厳選して紹介したいと思います。なるほど。年末のコストコは今しか買えない限定品や新商品が続々登場。まずはこれを買えば楽ちん&豪華、きらめく新商品をご紹介。やっぱりね年末に食べたいものといえばお寿司ですよね。間違いないです。見てください、とってもキラキラして綺麗なお寿司です。コストコは実はお寿司もとてもおすすめなんです。鮮度が良くて味も美味しくてサイズが大きいんですよ。今回はですね新商品を、それがこちらです。え、何？うわーすごい、見てください、はい、きらめいております。本当だ、本当にきらめいております、はいはい、その名もきらめき海鮮漬けチラシ。ここに使われている具材はシーフード売り場で販売されているものなんですよ。ほう。なのでイクラだったりコストコの人気のアトランティックサーモン、本マグロなどを全てコストコのいい素材が集約している、もうとても豪華絢爛な材料が使われているチラシになります。しかも重量はおよそ 1.3 キロとそのボリュームも圧巻。しっかりと出汁を効かせた漬けダレで海鮮の旨味を引き出すこだわりぶり。みんなでワイワイ楽しみながら美味しく食べられるお得な一品。人気のスイーツコーナーからも新商品の情報をお届け。はい、こちらです。何？これすごっ、ニューアイテムです。うわ、いちごゴロゴロで、この合間に見えるピンクのが、これはですねシュークリームなんです。今月限定で販売、スペシャルないちごのケーキ。この時期にこれだけいちごがたっぷりトッピングされているケーキなんて、とてもこの価格じゃ買えないんです。土台のスポンジはふわふわに仕上げ、間には特製のマスカルポーネクリーム。うん、これ何がいいって止まらなくなりますね。そうですね、結構コストコのケーキってサイズが大きいからすごい甘ったるいんじゃないかとか大味なんじゃないかって思われがちなんですけど、ちゃんと丁寧に作ってあるんですよ。すごくお値段もお手頃なので、これはもう年末にはぴったりですね。ぴったりですね。続いてはコスコさんが感動したエンタメ感も味わえるおうちで食べ放題。じゃ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 ーん、はい、生ハムです。生ハムの塊が入ってました。すごい。 YouTube でも話題になったのがこの生ハム。土台とナイフもついた超親切セットで、冬場は常温で長期保存も可能。誰が上手に切れるかイベント性があってグー。あ、いいんじゃない、いいんじゃない、あ、いい、いい、食べて食べて、いよいよ失敗してない、全然上手、うん、食べて食べて。年末のコストコはお正月商品も充実。コスコさん自身お正月には欠かせないというごちそうは、これです、これです。黒瀬ブリというコストコのブリがおすすめなんです。ブリといえば出世魚ですよ、はい、おめでたいお魚ブリなんです。
宮崎県沖で養殖されている黒瀬ぶり。一度も冷凍されず生のまま店頭に並んでいるので鮮度抜群。油がとろけるような味でとっても美味しいんですよ。まあカニにも勝る、とても美味しいおごちそうになります。なるほど。ちょっと納得してないようですが。いやそんなことないですよ。これはですね、ぜひ食べていただきたい。食べていただければわかります。ほー。お刺身用のサクは大容量の 800g 以上、切ってお皿に並べるだけでもう華やかな刺身盛りに。もちろん刺身として食べても美味しいんですが、コスコさんおすすめは？やっぱり冬はお鍋、そしてブリしゃぶです。これでしゃぶしゃぶしたら美味しそうですね。昆布だしでブリしゃぶ。シンプルにこうやって霜降りを作ってもいいですけど、お野菜巻いたりしてもいい。ああ、なるほどね。はい。これですよ。これですね。やっぱり霜降りにすることによって身がほろほろと柔らかくなるんですよね。このブリの旨味がしっかり味わえて、しかもしゃぶしゃぶすることによって脂がちょっと落ちるから、それでさっぱり食べることができて最高です。集まった家族でみんなでブリしゃぶ、最高です。続いてはコストコ食材で作ったレシピ動画の中から、年末年始におすすめの簡単お肉料理に挑戦。使うのはこの大きな塊肉。アメリカンビーフの等級の中でも最上級のプライムビーフがコストコではグラム200円台とお得に買うことができるんです。じゃあ早速下準備。いやいや、まずは切り分けです。はい、お肉を立てます。立てる？はい。真ん中に筋がありますので、この筋に合わせて包丁を入れていきます。部位によって肉質が異なるため切り分けて使います。下の部分は細かい筋が多いため煮込み料理に。今回使うのは上の赤身の多い柔らかい部分。この部分はしっかり油が乗って、はい、焼いて食べると柔らかく美味しくいただくことができます。何を作るんですか？ローストビーフを作ります。ローストビーフは食べるのは好きですよ。料理初心者は上魚でも安心。超簡単ローストビーフ作りスタート。まずは表面全体にしっかりと塩コショウをまぶし、フライパンで焼いていきます。ここではですね、表面に焼き色をつけるだけなんですよ。中まで火を入れる必要はないです。あ、わかりました。お肉の旨味が外に逃げないよう、すべての面に焼き色をつけるのがポイント。はい、いいと思います。そして醤油など調味料を耐熱パックの中で合わせ、先ほど焼いたお肉を入れたら、ここで登場するのがこちらなんです。炊飯器を使います。炊飯器？はい、保温調理をするんですよ。ローストビーフボタンとかがあるわけじゃないですよね？あるわけじゃない。お湯を張った炊飯器にお肉を袋型投入。保温機能を使うことで一定の温度を保ちながらじっくり火を入れることができるんです。待つこと30分。はい、味が使っております、あーすごい、ちゃんと中まで火が通ってます。綺麗なピンク色です。ローストビーフだ。はい、美味しそうです。コストコのお肉だからこそできる、誰でも失敗なしの簡単ローストビーフ。その出来栄えは、完璧です。完璧、いただきました。ありがとうございます。まずもってですよ、なんとも柔らかい、肩ロースという部位はどちらかというとやっぱり赤身のお肉なんですよ。この柔らかさというのはプライムビーフの力です。なるほど。こんなに手軽に美味しくローストビーフを作ることができるっていう、もうそれ入りました。コストコの良さがこれで少しでも伝わってくれれば、私はもうそれで大満足です。いやー、お得です。
最後までご覧いただきありがとうございました。メーテレニュース公式チャンネルでは東海3県のニュースをいつでもご覧いただけます。ウルフィーが指しているこちらのボタンからチャンネル登録をよろしくお願いいたします。グッドボタンやコメントもお待ちしています。